ございます。声がガラガラガラリンガラリンチョです。ただ海が青いのはね、今日は確認できるくらい日がちょっとね入ってきてるので、いい感じにシュノーケルできるんじゃないかと思います。ということで行ってきます。よーい、スタート。どっち。はい、帰ってまいりました。11時半ぐらいだっけ、入り始めたの。3時半ぐらいまで、4時ぐらいまでか、ずっと海入ってました。で、まあ映像を見ていただいたら分かると思うんですけれども、ウミガメにね会えたりとか、めちゃくちゃもう水族館の水槽の中にいるかのようなね、ものすごい綺麗なもう自然の海を堪能してきました。もうすごかった、めっちゃ楽しかった。シュノーケルでこんな楽しめるんだね。俺もうボンベ背負わなかったらああいう世界はもう見れないもんだと思ってたんだけど、めちゃくちゃすごかった。で、お昼も食べずにずっとね泳いでたので、めちゃくちゃお腹が空きまして、今おにぎりを食べたんですけれども、これめっちゃ美味しいよ。沖縄のねファミマ、まあ、ファミマって結構ご当地感強いんですけれども、ポークカツとタコスチーズっていうこのおにぎりと、あと油味噌っていう、まあ、本当にポーク卵みたいなやつに味噌が入ってるやつ食べたんですけど、このねこのサンドおむすびシリーズがね沖縄限定であるみたいなんですけど、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいので、ぜひ皆さんも沖縄来たらこれ食べてみてください。ちょっと小腹を満たして1時間ぐらいかな休憩してから夜ご飯を食べに行こうと思いますので、そちらの様子も皆様お楽しみに。じゃーん、ここは前に卒業旅行で来たんですか。どうでしたその時は。いや、もう期待だね。うまそう。いやー、画面いっぱいのカツオのたたき、そして海ぶどうです、そしてハンバーグすげーの来た、はい、ありがとうございます。はい、宮古牛に関してはこちらのタレか塩かわさびで召し上がります。はい、おはようございます。これはもう罪だね。もずくの天ぷら、いくよ。おー、はーい、ありがとうございます。はい、ただいまです。2日目も終了でございます。お疲れ様でした。ということで、のんびりお部屋で今日は飲もうと思います。じゃあ飲みましょうか、じいさん。もうパジャマ？えい、グッバイ。甘いけどあんまり冷えてない。じゃーん、おつまみで買ってきました。なんかこれね、宮古空港に広告が出ててめちゃくちゃ美味しそうだなと思って、どこに売ってるかなって探したら、ドンキホーテに売ってました。イエーイイエーイイエーイ。ということで、こちらの雪塩ふわは食べてみまし
しょう。あれお兄さん何だと思うんですか。お姉さんはキャラフェアリングを今から食べるみたいでーす。なんだかんだね、こうやっぱホテルに戻ってきてから飲む酒が一番うまかったりするよね。こんな感じ、ふわふわで。いただきます。黒糖味。お、うん、おはようございます。ということで3日目の朝でございます。今日もね、あんまり天気は良くないですね。曇っちゃってんね。なんなら昨日よりちょっと天気悪いんじゃないかってぐらいで、今日は晴れるっていう予報だったんですけど、まあ、予報は当たらないですね、本当にね。ね、ゆいさん、腹いってしまいました。もうすぐチェックアウトの時間なんで、僕らももうこの部屋を出て出発しようかなっていうところなんですけれども、ずっとね、なんかこう来てからパフェとかケーキを食べたいなっていう衝動がね、僕らすごいんですよね。美味しいと言われているカフェに行ってパフェとかケーキとかを食べに行きたいと思います。で、今日ちょっとね、泊まるホテルは豪華なところなので、そんな様子もお伝えできたらいいかなと思いますので、3日目行ってみたいと思います。イエイ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 。はい、ということでホテルを出て栗間島というところに来たんですけれども、なんかね、そのおすすめされてるマンゴーのパフェみたいなやつがあるところに来たんですけど、まだ開店の30分前で暇なので近くの展望台にやってきました。やっぱ見たら気持ち、おーすごいじゃん。でもなんか曇ってるけど風やっば、風やっば、じゃーん、どんよりですが、おしゃんだね、すごいね。うん、ポストがかわいいね。ポストちっちゃいよ。ほら見て、このポストもう一緒だもんね。大型郵便小型郵便ないもんね。やばいねこれ、すっご、顔ぐらいあるんじゃない。ちょっと持ってみて。でっか、いいね、糖分摂取できるよ。僕はパイナップルですね。パイナップルとメロンか。はい、ごちそうさまでした。やばいねこれね、腹パンパンだよね。もう俺もこんな顔だもん。ブルータートルっていうところでお昼ご飯食べます。さっきあんなにパフェ食べたのに食べれるね。じゃん、うまそう。ハンバーグめっちゃ美味しそうなんだけど、これはもうジュワー系ですよ。これはいくよ。うわすごいね、ジュワー出てくる。おおいしい。いやー、いいね、肉汁を絡めてカレーを食べるってね。うなずきがムカつくな。はい、ということで3日目のホテルにやってきました。これマジすげーわ。今ちょっとね、ひとしきりこのホテルの人が案内をしてくれて、ここ説明してくれたんですけど、とんでもない。今日の部屋はちょっと奮発して頑張りました。いった。